こんにちは。JR 国分寺駅南口徒歩2分にあります、額縁と洋画材料専門店、次男画房2代目店主、長谷川です。いつも頭に手ぬぐい巻いてます。ですね、今日は突然お店の方に、国分寺市内にある株式会社モーフィングさんという、会社の方から突然お電話いただきまして、なんでも制作途中の大きなキャンバスがたるんでしまったので、貼り直してほしいということで、急遽行ってきました。で、何かのイベントで使うなんか作品だったみたいで、詳しいお話はちょっとできないんですけど、当店のことはですね、パソコン、インターネットで、国分寺キャンバス、画材屋で検索していただいて、それで見つけていただいたようなんですけども、お店に戻ってからの株式会社モーフィングさんのことをちょっと僕も検索してみたらですね、美大生向けのフリーペーパーの企画とか、アートにすごい特化した活動されている企業さんだということが分かりまして、国分寺市内にこんなすごい素敵な会社があったので、ちょっとすごく驚いた次第です。また何か機会がありましたら一緒に仕事をしたいなと思ったりなんかして、はい、そんな感じで、今日は仕事してきました。また何かありましたらご報告させていただきます。次男画房の長谷川でした。ありがとうございました。